いやーどうも、250回の動画わざわざ見ていただきありがとうございます。今日はね、ちょっと皆さんにちょっと見てほしい画像があって、今ちょっと編集終わった頃なんだけど、ちょっと見てほしい写真があるんだ。ちょっと見てくれる？まあわかるかな、ちょっとわかりづらいかも、もしかしたらあの画像で出してるかもしんないんだけど、これね、昔の時期の写真なんですよ。昔モンバトやってて、その時に僕結構デジカメで実機のこの画面の写真とか撮って、そういうのでダメージ量とか見て、そういうのね、すんの好きだったね、昔から。で、これアルゴリザートなんだけど、ね、この時からすごいいろんなモンスターばっか使ってて、そんなん使わないだろうみたいなモンスターも結構いろいろ使ってたんですよ。ダイバー討伐の画像とかも、ほら、ダークドリーム倒してたり、白身だけどこれ。そういうのもしてたりするんだよね。でね、結構このチームが後期、アルゴリザートいるからかなり後期なんだけど、まあ、せっかくね、あの、これね、これ、あ、これこれ。久しぶりに見た USB、ちょっと整理してたら出てきてさ、この中に入ってた写真がこれなんですよね。まあ、結構、1000枚ぐらい入ってたのかな、あの、元の写真だけでも。なんでまあね、せっかくちょっと250回ということで、今日はね、この写真のチームを使おう。いや、まさに、あの時の栄光が蘇る、栄光民と言うべき存在でありましょう。どうなんだろういや、写真でもさ、まあ一応ある程度の情報は出てたと思うんですけど、まあね、こういう写真撮ってた頃はね、アルゴリザートで撮ったってことは、ナイトリッチが出た後にもやっぱやってたってことですからね。で、モンスターマスター99ってことでね、やっぱやってたんだなって当時をね、懐かしむ感じでした。アルゴリザート俺当時使っとったんあのね、でもね、俺写真でよくわかんなかったからね、アルゴリザートがいたことかな。まあ、シルバーデミラーわかるよ。俺好きだしね、ロンダルキア。はい、ローガンね。いいね。ダブル賞が上がって、ダブル賞が上がっていたね、力を生かして。そしてに来ましたよ、メラミ。いきます。アルゴリザートどうなんだ、いけー、メラミ。はーい、やるー。デス交換だしね、相手。今回はね、バトルロード的な意味で、バトルロードは一人プレイでこうやってんすけど、デス交換がいるからメラミが普通に通るんだよな。まあ、全員獣系、関係なし。あ、でも大体頭上までこれ狙われちゃう、もしかして。回避率もなんもない頭上まで狙われるの一番。そうだよな。そう考えるとなんも面白くないな。シルバーデビルが狙われてほしいもん、普通。こういうのって。守備力的な関係でさ、あの、頭上までもあんま守備力高いわ、こうじゃないから、シルバーデビル狙われちゃうのか。アルゴリザートは打撃対策あるしね。そっかー。頭上まで若干お前ちょっと お荷物感ない。いくぜ、サミダ君。いくぜ、お荷物をね、払拭する。あー、デスゴーゴンおる。でも意外と出んな。だがしかし意外と出ます。まあ、火力はありますからね。このモンスターマスターチームまさかの獣系で全員行くんでありますけど、まあ、火力はありますしね。で、素早さも高いしね。相性で上がってる分ね。シルビーがだいぶ早い。うん。最近バズズばっか使ってるからね、シルバーデビューで使うのなんかすげえ新鮮だわ。一応動画でちょこちょこ使ってんだけど。デスゴーゴンがそれ以上に強すぎる。というかさ、アルゴリザートともかくさ、ズッシオーマルは何も素早さの恩恵あんま受けないんだよな。やっぱりズッシオーマル狙われるな。これちょっと改良してえな。ズッシオーマル狙っちゃうもんね、どうしても。いくぜー、サミナイケン、パワーはある。パワーはある、すごい。魔王攻略7で残っていく。アルゴリザートメラミで終わりよ。脅かすすんねん、お前。なんやこいつだ、さっきから。はい、サイドチェストなんでお願いマッスルしてんだ、こいつ。アルゴリザート、アルゴリザートそうか、ちょっと改良したいな、このチームは。だって、頭上まで狙われちゃうじゃん。さあ、アルゴリザートがメラミで終わりです。きたー、ここでメラミを唱えた、せーの、はーいと。賢いね、君。アルゴリザート意外と賢いんだね。ちゃんとデスゴーゴン狙った。軽く乗しちゃいましょう。これは火力乗せるですよ。普通にもう、ボコボコボコーってやって終わりでしょ、こんな。いや、もうさ、目に見えてんじゃん。アルゴリザートのメラミが刺さるんですよね、これも。メラミが意外といい打点出るね。脅かすはあんま強い技じゃないんだけどな。対人で、輝くどうかっていうと、まあ、微妙なとこなんだよな、精神的だし。いい打点出んね、シルビー。さあ、メラミ行きましょう。行け、メラミ。これ強い。普通に弱点取れる相手ばっかだからね。はい。400ぐらい、あー、まあまあ、十分十分。アルゴリザート賢さは低いから、まあ、こんだけでは十分ですかね。はい、サミダリケン行くぜ、おい、プジャーノ抜けてる。あ、でも、出る、さすがに火力が裏切らない。
もう筋肉悪げない。力を入れて。Shall we dance dance carnival? Shall we dance してんじゃねえかよ、急に。いいいいいい、やめろやめろ。動画映え狙うな、お前らが。なんで君たちが動画映え狙ってんだ、俺らだよ。主役俺らなんだけど。何何何してんの、君たち。いい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 んだよ、その。いいんだよ、なんかさ。で、キラーン。動画映えをするな、お前ら。終わりでーす。普通にドラゴンで昇格処分したのではないか。でもこれね、ワンチャン少しだよね。ドラゴンで昇格処分と行きたいけど。ウェー、最後は来たー、脅かします。はぁ、相手を脅かしみよう、まんまんでしょうな。脅かすって全然効かねえもん。脅かすはマジで効かん。てか、技名が弱いもん。はい、叫びで終わる。こっちは叫ぶ。脅かすんじゃない。こっちは叫ぶ。なるほど。不協和音。お、みんな、続くぜ、この動画。よかったけど、回せんやね。いや、これで終わられたら6分の動画になっちゃうじゃん。栄光の動画6分はちょっとさすがにやばい。来ました。悪の化身ということでね。いや、まあ、続くね、動画が。ありがてえぜ。ちょっと現場に、失礼しまーす。現場に来るなぁ、勇者。これ一番いい流れだしね。で、開幕とどめっていうのは、モンマスとしてはかなり一番いい流れだよね。で、魔王戦適当になんかちょこっと勇気貯めてさ、それで、とどめさせばいいだけだからね。まあまあ、ここは、結構暗だ。まあ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 、大丈夫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 。最悪ドラゴン切りで勝つルートまであるからね。ただ、メラミは通らないですね。アルゴリだとここで急にしぼみます。とりあえずサミダリケ行こうか。はい、行くぜ、せーの、はい。いい力出してけ。いい、いい打点、398。いいよ。アルゴリザとコールメラミです、なんと。低い賢さのせいで火力が出ないことを今から痛感するよ。おー、意外と出た。327。意外と出たな。さあ、ローガン詰め。すぐ詰めの意識撃。おー、いいね。さすがに頭上丸が一番出るか。火力は。ほう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 。まあ、光の玉しちゃいましょうか。結構悠長に光の玉する余裕がありますんで。光の玉使って、普通に大魔王戦行きましょう。一気に普通に押し切ります。モンバトの実機では、大魔王を倒すとね、エンディングが流れるんですよね。はい。開けるゲームエンディングなの。だから、エンディング見た人は、おーってなるんだよね。で、赤目とか倒すとね、次のモンスターが分かったりするんだよな。おー、残っていく。最後にここで。オッケー。軽く沈めていく。よかったー。さあ、大魔王戦ですよ、こっから。よし。ちょっと待ってく、ちょっと待ってもらえません。ねえ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 、なんか来た。え？あ、魔人か。ってことは、ダークドレアムか、普通の。栄光エイザー予感。ダークドレアムここ来んの？まあまあ赤目じゃないだけ勝利の可能性はそこそこあるね。さあ、ここから、ダークドリアムと戦います。タイオロ。まあでも勇気はうまいこと溜まってるしからね。まあ体勢面に関しては、ズッシュオマルがいるか。アルゴリザードが雷に弱いんだよね。そうだから、どっこいどっこいって感じですかね。ズッシュオマルが雷するけど、アルゴリザードは雷に弱いし。メラミ全然出ねえし。ここで痛感するわ。アルゴリザードの賢さの低さをな。勇気は溜めなくていいね、もう。うまいこと調整して、倒しきろ。いいよ。ここはまずコンスタントにダメージを与えていこう。いいね、対戦の動きは214。ズシオマルの力を抜けられないね。最低破壊おたけびです。おたけびを飛んでくれず悪いタクですね、それ。あー、ズシオマルは受けないからな。ズシオマルはほぼほぼ受けんもんな。あ、まあでも状態値がかかんないのはね。かなり、オッケー。状態値がかかんないな、オッケー。で、問題はですね、どこで止め時期打つかなんですよ。3300。まあ出るとして、そうするとギガデインが一番濃厚かな。技を防ごうとしても、なかなかこいつ防ぐのが難しいんですよね。コンスタントに当たりいこう。いいよ。いい。できれば4ターン目の開幕に打つって感じかな。コンスタントに与えていけば、あ、でも微妙かな。4ターン目は難しいかな。それ4ターン目は難しいかな。
コンスタントにメラミがちょっともうちょっと出てほしいもんね。避けろ。なあ、避けないね。シルバーデビルアルゴリタともここは避けてほしいところ。食らうね。食らっちゃうね、結構。次のターンギガデインかグランドクロスなんで、これはそうそう伸ばしておけないタイミングなんですよ。これは、さすがにね。できれば、このターンに勇気を溜め切って倒してしまいたい。4ターン目に。さあ、グランドミラー一番最大点、ここで出る。ここから大事。あー、ローガの爪で会心出てくれるな。シルビー、今日どうした？シルビーなんかローガの爪で会心出て、ナイスーって言ってないよ、今日俺。さあ、あと、アルゴリザードがメラミを選ぶ必要があります。いきます！あうわぁアルゴリザードなんで俺こんなん使った多分ね、俺いろんなモンスター使うの好きなんですよ。単純にその、さ、強いモンスターだけじゃなくて、いろんなモンスター使うのが好きだからこそアルゴリザードが出てきたのかな思うけど。どれやめたい、やばい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 。大ピンチ！ピンチピンチ！入ったピンチ！ピンチピンチ！頑張れ、ピンチはチャンス！ピンチはチャンス！おー！相手の攻撃！避けます！避けます！全集中の呼吸！回避の型！で、まあだろうな。動画の方向性を転換します。アルゴリザードが火薬動画にしたくなりました。ちょっと待って、HP がやばい！HP がやばい1941しかねえのかよ。先ほどパーティー強くしたいって僕言ったじゃないですか。なんでこんな感じです。シルバーデビルはバズズね、アルゴリザードなんか赤い竜がダースロゴしかなかったんで、アルゴリザードはダースロゴ、ズシオマルはゴールデンゴールムという形で正当強化をしました。うーん、怪しいな。ちょっと待ってくれ。ねえ、これさ、なんか格差開いてない？なんか恐ろしい格差が今開いてるんですけど、なんか凄まじいことやってない？なんかさ、俺勝てる未来があんま見えないんだけど、このパーティー。あー、で、バズズー。打撃体制のおかげで、これはひどいよ。ちょ、嘘でしょ君たち。なんか普通に向こう正統軍をめちゃくちゃ強いパーティーになるんだよ。なんだった？ここから行きます、リミックが。鋭い牙、行け！ついて！おらんってなし！打点は出るけど、勝てねえな、これ。普通に削れないじゃ絶対勝てない。来た、ズシオマの正統強化、ゴールデンゴーレム。うん、なんかいろいろ違う。おいっと、ハルカンここで避けていく。メラミでとりあえず、ゴールデンゴーレムやバズズに、打点を取りたいね。はい、オッケー、いい、アルゴリザード打点は取れる。ただ、打点の取れじゃ勝てないか。ハルカン、メラを唱えた。はーい、いいよ。打点は取れてるけど、削り合いは無理かな、さすがにな。さすがに一体誰か絡めておいでないと無理だ。ダスコ来た。うわぁ、嘘でしょ。これはあまり効いていないぞのダメージじゃない。これはあまり効いていないぞとは、一体何なのか。普通に、絡めてを使うしか、勝ち目がないぞ、これ。HP がさ、1900ってやつで終わってたじゃん。いやぁ、きついよ。HP が1900の時点で終わってんだけど。どう見ても厳しいんだよな。うわぁ、ミミック。避けるわけでもないミミックがボコ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 狙われていく。頼む。返せ返せ。炎の呪文。炸裂だ。素晴らしい。はるかにしたらいいとこもやってんね。甘いけど眠らせろ。眠らせるしかない。いけ。おーい、よっしゃー。来た来た来た、いいよいいよ。ゴールデンゴール、頭上魔の正徳教科さんどうしました？何や、相手は会うんだよ。ダスコがミミックだよな。アルゴリザ、おいしょ、おいしょ、いいよ。いいよ、いいよ。相手を脅かし身を守る。威嚇や、いけ、威嚇。バズズにすら効かねえよ。ああ、もうダメだ。もうダメだよ。あ、もうこれでいい。何してんだよ、おめえは。何をしようとしてんだ。あ、待って待って、やらせて。ねえねえ、やらせてくれ。やらせてくれよ。ねえねえ、やらせて。一発でいいからやらせてよ。一発でいいからやらせて。なんか、危ない。危ないんだよ、発言が。なんだよ、一発でいいからやらせて。やめてやめて、バズズ。終わっちゃう。実況が終わっちゃうから。あ、よかったよかった。あ、まず。あ、待って待って待って。ねえ、
ねえねえねえ、待ってよ、ねえ、おいおい、俺たちに負けしまうアルコール感動させて。これが見たかった。